ございます。釣り子 TV です。またまたこのセットが大活躍してくれましたよ。ってことで、まずはこちらをご覧ください。はい、というわけでね、帰ってきましたけども、最近ハマっているマゴチ釣りですね。こんな感じでジグヘッドにね、このヤマタヌキの大きい方 3.5 インチをくっつけて、それでもってね、こういうねブレードチューンなんかしてみてるんですけども、このキラキラってやつでね、投げて、ズルズル巻いてストップ巻いてストップ、これでね、非常に美味しいターゲットが釣れちゃうっていうことでね、やってみているんですが、こんな感じで、スピニングでね、やったりする釣りとかね、有名なんですけども、まあ最近はこういうベイトタックルもね、ほんと何でも気持ちよく投げれてね、誘えてねっていうこともあるので、自分はね、ベイトタックルでやることが多いです。で、P ラインのね、これ 1.5 号にリーダーが30ポンドぐらいですかね。結構ね、歯とかがね、ギザギザしてる魚なんで、ちょっとね、太めの、リーダーを組んでおります。で、ベイトは、これはですね、自分で作った竿ですけども、富士工業のね、最新のね、ガイドをつけて、軽く仕上げてあるよっていうところと、ビッグベイトまで投げれちゃうよっていう、こういう竿なんですね。これと、この重めのジグヘッド、20g とかね、これは 20g のものですね。これとか、あと 25g とか 30g とか、それに、こういったヤマタヌキとかをね、つけるんで、こういう感じのね、セッティングで、ビッグベイトロッドで、投げてみてっていう感じでやってみております。ヤマタヌキを使うメリットなんですけども、このジグヘッドにこのね、大きめのヤマタヌキをつけることによって、この時もね、非常に、風が強かったんですけども、そんな状況でもね、バヒューンってね、思い通りのところにね、ポイントに入れられて、で、糸吹けなんかも取りやすくて、で、誘いのところでもですね、結構ね、気持ちよく引けるんですよね。これはね、次試してみてもらいたいなっていうところなんですけども、当たりもね、よく出てね、ナイスなセッティングなんで、マゴチか、ちょっとやってみたいなーなんていう人はね、これね、ヤマタヌキとこういうちょっと重めのジグヘッドのね、こういったセッティングね、これはあってもなくてもね、当たりは出るんですけど、最近はね、これつけてるバージョンでね、よく釣れてるんで、もしね、気になる人はね、これ、サルクアントスプリットリングと、あとこの小さいブレードね、これ買ってきたらすぐ作れるので、ぜひね、なんかやってみたいなっていう人はね、ここら辺もやると、なんか自分で作ったリグで釣れたぜって感じでね、気持ちよくなったりするんで、おすすめでございます。で、ポイントはね、ここ瞬間接着剤で止めてるんですね、これね。何匹かつくちょっともう、飛んでいきそうですけど、まだ飛ばない。ね。で、ボロボロこれぐらいになったら次使うときはもう反対側に付け直して、また瞬間接着剤で、付けてっていう感じで、まあこの
スリットの入ってる側でまず 1,2 って使えるんですけど、スリットの入ってないこっち側に抜き刺しても全然釣れちゃいますんでね。まあ、大体4回ぐらい一回り使えて、で、さらにここをちょん切って、また4回ぐらい使えて、で、この尻尾だけになったらね、この尻尾は尻尾でね、カサゴとかにはね、このぐらいのサイズ感とかすごい効くんで、何かとね、使い勝手のいいワームなんで、ぜひね、ヤマタヌキの大きい方 3.5 インチね、スタンバイしておくと面白い釣りができるかと思います。はい。というわけでね、今回の釣り講 TV はこちら。ヤマタヌキのね、こんな感じのセッティングで、マゴチを狙ったところ、美味しそうなサイズが釣れたよ。こういった動画でした。はい。釣り講 TV でした。また会おうぜ。